う、また1センチも伸びてなかったわ。どうしたんだ霊夢、何が伸びてなかったんだ。私ね、身長149センチしかないのよ。背を伸ばしたくて頑張っていたんだけど。別に身長が低くてもいいじゃないか。だけど、なんとか150センチ台には乗りたかったの。ああ、こんなことなら子供の時からもっと牛乳を飲んでおけばよかった。確かに牛乳はカルシウムたっぷりだがな。残念ながら身長は 95% 遺伝で決まるんだぞ。じゃあ牛乳を飲んでも意味ないの？うちはお母さんもお兄ちゃんも身長は低めなのよ。ちなみに足の長さも遺伝すると言われている。同じ身長でもアジア系とアフリカ系では、足の長さに4センチも差があるという研究結果もあるぞ。ショックだわ。じゃあ、私の足が短いのはお父さんのせいなのね。体型だけじゃない。能力、性格といった様々な形質は、親から受け継いだ遺伝要因と、生活や教育といった環境要因の、両方の影響で決まるんだ。じゃあ、遺伝で生まれ持ってしまってどうしようもないことも結構あるってこと？ああ、そうなるな。遺伝の影響がどのくらいあるのか気になるわ。じゃあ今回の動画では、親から遺伝する特徴とその遺伝率、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。では、さっき身長について話したからまずは体型について考えてみよう。霊夢、何か自分の体型で気になっていることはあるか？その、やっぱり女の子としては、バストが気になるかな。うちのお母さんは正直言って、あんまり胸が大きくないのよ。それでほら、私もあんまりだし、もしかしてそれも遺伝のせいなのかしら？確かに、バストの大きさが親子で同じくらいであることはよくある。だが、バストの大きさは遺伝ではないぞ。親から遺伝している要素は、実は 30% だけと言われている。そうなの？じゃあまだまだ望みがあるってことか。でも、どうして遺伝は 30% しか関係ないのに、親子でバストの大きさが似るのかしら？残りの 70% は、私に可能性があるとしたらそこよね。それはズバリ、生活習慣だな。親子は基本的に一緒に生活するから、当然、生活習慣も似てくる。生活習慣というと、食べ物とか？そうだな。まず一つの要因として、食生活がある。同じ家に住んでいれば、食べるものもほとんど同じになるだろう？お母さんのバストが大きいという家では、バストの成長に欠かせない食事をしている。それってどんな食事？ぜひ聞きたいわ。大豆イソフラボンやタンパク質を十分に取り入れた食事だな。ビタミン、それにボロンという物質もバストアップには欠かせない。これについては語り出したら長くなるからな。詳しく知りたければコメント欄で教えてくれ。また別の機会に解説するぞ。気になるわ。みんなぜひコメントしてね。それでマリサ、食生活以外に大事なことってあるの？十分な睡眠が取れているかどうか、ということも大切なポイントだ。特に、成長期の睡眠時間はバストの成長に影響するというデータがある。そうなの、私ずっと夜更かししてばっかりだわ。だからあんまりなのかな。そもそも夜更かしは健康に良くないしな。ひとまず今日からは食事に気をつけて、早寝早起きを心がけたらどうだ？そうね、遺伝の確率 30% なら、今からでも遅くないわよね。明日から変えてみるわ。でも胸の大きさが 30% しか遺伝しないなんて、意外だったな。もしかして、よく遺伝だと言われる男性のあれも、遺伝する確率はあんまり高くないのかな？ねえマリサ、ハゲはどうなのかしら？遺伝は関係ある？うちのお父さんハゲたらどうしようって最近ずっと悩んでいるの。おじいちゃんがツルツルだったから余計に気になっているみたい。ああ、残念ながらハゲは遺伝する特徴だ。親から遺伝する確率は 75% だぞ。かなり高い確率じゃない。母方のおじいさん、ひいおじいさんが薄毛だと、遺伝によって子孫も薄毛になる可能性がある。おじいさんとひいおじいさんの両方が薄毛なら、AGA を発症する確率は非常に高くなるんだ。AGA って何？言葉は聞いたことあるんだけど。AGA というのは、男性型脱毛症とも呼ばれている。成人男性によく見られ、徐々に抜け毛が進行して髪が薄くなる疾患だ。どうして遺伝によって AGA を発症しやすくなるの？ AGA の発症にはテストステロンというホルモンが関係してくる。え、ホルモン？私の記憶によると、ホルモンは体の中の様々な働きを調整するものだったと思うわ。髪の毛にもホルモンが関係あるの？実はそうなんだ。まず、テストステロンは男性ホルモンの一種で、筋肉や骨など男性らしい体を作るのに欠かせないとても重要なホルモンだ。このテストステロンは、5アルファリダクターゼという酵素が結びつくことで、ジヒドロテストステロンというより強力な男性ホルモンに変換される。名前が少し長いから、こいつのことは DHT と呼ぶことにするぞ。わかったわ。続けてちょうだい。DHT を受け取るのは、男性ホルモンレセプターと呼ばれる部分だ。この男性ホルモンレセプターは生え際や頭頂部にも存在する。生え際や頭頂部で DHT が受け取られると、TGF-β という物質が増加する。この TGF-β が脱毛の直接的な原因だ。髪の毛の元になる細胞に作用して脱毛の命令を出し、本来まだ伸び続ける予定だった髪も台無しにしてしまうんだ。髪の毛が抜けるのにはいくつか原因があるが、その中でも、TGF-β が作用する抜け毛が最も悪影響を及ぼすと考えられている。なるほど。5α リダクターゼがテストステロンにくっついたら AGA 発症のスイッチが入るのね。
その結果として TGF ベータがたくさん作られるから髪が抜けてしまう、ということでいいのかな？ああ、まさにその通りだ。画面の図を見てくれ。AGA のメカニズムをまとめるとこのような感じだな。この後アルファリダクターゼと男性ホルモンレセプターに遺伝が関係しているんだ。スタート地点に出てきた酵素と、最後の方に出てきたホルモンの受けてね。そうだな。まずは5アルファリダクターゼだが、この物質自体はどんな人の体にも存在している。ポイントになるのはその活性度だ。5アルファリダクターゼは活性化しなければ力を発揮しない。どれだけ活性化しやすいかのレベルが人によって違い、さらに遺伝によって伝わることがわかっている。5アルファリダクターゼの活性度は有性遺伝によって伝わる。だから、父方か母方のどちらかが薄毛なら、多くの場合は子も薄毛体質を受け継ぐことになるぞ。じゃあ、私も薄毛体質の可能性が高いわね。男性ホルモンレセプターについてはどうなのかしら？確か、DHT をキャッチして髪の毛を抜けさせる TGF ベータを増やすのよね。その通り。こちらの重要なポイントは、この DHT をキャッチする段階にある。AGA を発症するかどうかは、男性ホルモンレセプターの感受性の強さで決まる。DHT があってもキャッチできなければ意味がないものね。そういうことだ。感受性の強さは母方の家系から遺伝する可能性があるぞ。お母さんの方はそうでもないな。私が薄毛かどうかは微妙なところかもね。ちなみに、男性ホルモンレセプターの感受性は覚醒遺伝すると考えられている。覚醒遺伝とは、祖父母またはそれ以前の世代の遺伝子が世代を超えて受け継がれることだ。つまり、両親が薄毛でなくても、その先祖に薄毛だった人がいれば受け継ぐ可能性があるぞ。なんだか難しいな。まあいいや、薄毛になった時にまた考えるわ。でもハゲは 75% の確率で遺伝するんだもんね。お父さんには、遺伝かもしれないから仕方がないよって言っておこうっと。では次だ。ここからは外見から離れて能力について考えていこう。まずは運動神経だ。なんと遺伝する確率は 85% とも言われている。そんなに？私、運動は結構得意なのよ。まあ、陰キャが生意気だって思われそうだけど。そんなこと思うやついるか？運動神経と性格は関係ないと思うんだが。まあそれは置いておいて。でも、お母さんは運動がイマイチなのよね。これはレアなケースなのかしら？そうかもしれないな。例えば、有名スポーツ選手を思い返してみればいい。陸上ハンマー投げの室伏浩二さん一家とか。宮里愛さんたちゴルフの宮里ファミリーもそうね。確かに家族揃って有名選手っていうのは多いわ。と言っても、この 85% というのは運動ができる、できないの遺伝というわけではない。遺伝によって才能を発揮しやすい運動の分野が違ってくるという話だ。どうせやるなら、才能ある分野がいいわね。詳しく聞かせてちょうだい。運動が得意な人といえば、どんなイメージがある？そうねー。やっぱり、ムキムキの筋肉マンかしら。そうだな。筋肉にもいろいろなものがあるが、特に運動において重要なのは骨格筋だ。骨格筋は筋繊維という細胞でできている。そして、筋繊維は大きく分けて2種類ある。素早く収縮して一瞬の大きな力を出す速筋と、ゆっくり収縮して長持ちする筋だ。マリサ、私わかっちゃった。速筋が強い人は瞬発力があって、筋筋が強い人は持久力があるのね。すごいな、その通りだ。人は生まれながらにして、速筋と筋筋のどちらかの割合が多くなっている。生まれながらということは、この割合が遺伝によって決まるの？ああ、そうだ。運動能力の鍵になる遺伝子は3つある。エネルギー生成に影響する PPARGCTA 遺伝子。筋肉の疲れやすさに影響する ACE 遺伝子。そして、速筋と筋筋のバランスを決める ACTN3 遺伝子だ。自分の遺伝子を知って体質を把握すれば、効果的なトレーニングを実施できる。それだけでなく、弱点を強化することで怪我などのリスクを減らすこともできる。遺伝子を調べて自分の得意な運動がわかる検査キットなんかもあるらしい。興味があれば一度調べてみるといいかもな。 85% も遺伝するから、遺伝子を調べればわかるのね。もし本格的にアスリートを目指すことになったら試してみるわ。マリサ、私、さっきも言ったようにスポーツは結構いけるんだけど、正直なところ数学はすごく苦手なの。高校の時は頑張ってもなかなか点が上がらなくて、もしかして、数学の力も遺伝だったりしない？実は、その可能性はかなり高い。スポーツの才能は 85% だが、数学は 87% が遺伝の影響だという研究結果があるぞ。嘘、そんなに。少しは関係あるんじゃないかと予想してたけど 87% も遺伝で決まるとは思わなかったわ。実際にケンブリッジ大学の研究チームによる数学の成績と遺伝子の関係を調べた実験がある。この実験では中学卒業時に実施されるテストを利用し、数学の成績が良かったグループと悪かったグループを比較して、約90万箇所もの遺伝子マーカーの影響について調べた。結果として特に関係がある一つの遺伝子が発見され、GG、GT、TT という3つの遺伝型があることが分かった。日本人平均と比べた場合、GG の遺伝型を持つ人は数学的思考がやや得意。GT の遺伝型を持つ人は数学的思考がやや苦手。TT の遺伝型を持つ人は数学的思考が苦手。という遺伝的傾向を持っていると言えるそうだ。私はやっぱり TT 型なのかしら。
遺伝型の割合は、GG が約 62%、GT が約 33%、TT が約 5% ほどらしいぞ。まあ、実際のところはやっぱり検査しなければなんとも言えないな。でも数学の才能は 87% 遺伝するなら、うちは数学が苦手な家系なのかもしれないわね。ちなみに、学業成績は全般的に遺伝に大きく左右されるようだ。9歳時点での遺伝の影響は算数は 72%、国語が 67%、理科が 63% となっている。また、知能レベルを示す IQ もある程度遺伝で決まる。児童期は 41% だが年齢が上がるにつれ遺伝の影響が大きくなり、成人したての頃で 66%、その後はほぼ横ばい傾向だ。やっぱり子供の間は親の影響を受けやすいってことなのかな？そのようだな。大人になると自分の遺伝的な素質に合った環境がだんだんと分かってくる。自然とそのような環境を選ぶようになるから、遺伝的な素質が表に出てくる傾向があるわけだ。最後に、ここまでで最も遺伝の影響が大きいものを紹介しよう。さて、なんだと思う？ヒントは個人を特定するものだな。視聴者のみんなも一緒に考えてみてくれ。難しいなぁ。もうちょっとヒントをちょうだい。そうだな。私は最近いつもこれでスマホを開くぞ。霊夢がやっているのもよく見るな。じゃあ、スマホを開いてみよう。パスワードを入れるのは面倒だからっと。あ、わかった。指紋だわ。大正解だ。指紋は実に 98% が遺伝の影響で決まる。つまり、私とお父さんやお母さんの指紋はほぼ同じってこと？完全に同じとは言わないが、かなり似ていることは確かだな。指紋には大きく分けて過剰紋、低剰紋、球状紋の3種類があり、人によって違っている。そして、この指紋パターンは遺伝する。霊夢の顔はお母さんになんだよな。そうよ。親と子で顔が似るように、指紋の模様も似てくるわけだ。親子3人で比べてみると、指紋にもお父さん似とお母さん似があることがわかるぞ。面白そうね。帰ったら2人に見せてもらうわ。あれ？でもよく考えたら、それって困るんじゃないかしら。だって私のスマホは指紋認証で開けられるのよ。指紋が似ているなら、もしかして開けられちゃったりするんじゃないの？困るわ。今すぐパスワード必須の設定に変えないと。安心していい。さっき、遺伝の影響は 98% と言っただろう。まだ 2% が残っているからな。それに、指紋もまた他の特徴と同様に両親のそれぞれから遺伝する。要は愛の子になるわけだから全く同じではないぞ。そっか。ああよかった。ただし、双子の場合はそうもいかない。遺伝で決まる 98% が、そのまま指紋の一致度になることもある。この場合は環境要因で決まる残り 2% が、スマホが2人の指紋を見分ける鍵になるようだ。見た目も中身も、私のいろんなところが遺伝によって生まれた時から決まっているのね。遺伝子ってやっぱりすごいわ。霊夢は遥か昔のご先祖様の遺伝子を受け継いでいるし、霊夢の遺伝子は遥か先の子孫に受け継がれるわけだな。そう考えるとなんだか責任重大な気がしてきたわね。私の遺伝子が、子孫たちの役に立ってくれたらいいな。まだまだ未知の遺伝子も多い。これからどんな遺伝情報が解明されていくのか楽しみだな。じゃあ今回はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。